はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらスーパーサイジン2孫悟飯の、まあ、銀河ご飯ですね、銀河ご飯のカテゴリーミッションフルパワーカテゴリーやっていきたいと思います。で、まあパーティーとしてはこんな感じ。これじゃない、どこだ、どこ行った毎回見失うんだよな、これね。まあ GT 悟空2人と、あとまあ回避組とスーパーヒーロー。ご飯がね、会心出してくるから、もう無理なんよ、多分耐えれないから。唯一耐えれそうなキラベジとか、あとレコロさんで必殺無効にしたりとか、あとはまあ悟空の龍拳で回避していく。まあこれでやっていきたいと思います。いや、こいつね、もう会心がとにかく怖いんだよな。ほぼ確定だと思うんだよね、会心出してくんの。確定会心が、確定会心の敵キャラとかマジもう見たくなかったよ俺で、オッケー。まあここはとりあえず、まあ悟空砲手前にして、俺殺さんで被弾パッシブ稼ぎながら、お、龍拳打てねえ龍拳打てねえ、打ちずれんだよなお前、地味に。で、久々登場、久々でもねえな、最近割と使ってんな最近割と使ってる。で、おっと、殺意マシマシし死んだんじゃないの。後ろの龍拳が手間やらかしたら、そう、わわ、でも俺これも食らうもんな。後ろの龍拳くんがやらかしたら負け。大丈夫、でも、あ、でも、あ、そうか、俺これの被弾で上がったんか、ナイス。あ、ちょっと大丈夫だ、オッケーオッケー本当に 70%?今度は僕の番だ。さて、いきなりガンマがスタンバイできるけど、でここ悟空に任せたいんだよな、できれば。ちょ、ワンチャン、ワンチャン打ってこない読みで。悟空もね、早めにあのウーブにしないと結構辛いんでね。で、360万、悪さが過ぎたぜ。で、振り向きながら息子を吹っ飛ばすと、ガンマ大丈夫かな。今更だけど俺ガンマにチキ玉取らせてねえなチキ玉取らせてねえわ、大丈夫かな。で、ミッション開始だ。大丈夫、幼子に負けるスーパーヒーローなんていないよ、こいつらスーパーヒーローなんだ。はい、今のはなかったことにしましょう。まあ、とりあえずちょっとあれだね、うん、ちょっと俺が悪かったちょっとガバガバだったね。やっぱ最初の苦手属性だから、そこをうまく立ち回んねえときついね。てってってんてん、ここどうしよう。こうしたいけど死ぬよね、多分こうせざるを得ないね。で、チキ玉取らせて、まあまあ、あ、でもフルパワー真ん中でよかったかな。オッケー、 50% か、強いね強いね、君強いね、将来有望だよ。まあでもオッケー、龍拳くんはまあまあ行動後だったら問題なし。ここで撃つなよ、ここで撃つなよ、マジでお前頼むぞお前、マジで。まあの連続で打てば大丈夫かな。いいね、幼子をマジギック。おー、でもいいね、いいね、こんだけ打てばさすがに耐えると思うんだよね。こんだけ打てば耐えるっしょ。 OK、 勝ち勝ち。ここはもう死よここだったら死よ。どうしようトロトどうしよう。え、まあ親蹴り手前、いや、ビースト手前の方がいいかな。後ろで撃たれたら死、いや、撃たれなくてもワンチャン死ぬ、そんな世の中です。大丈夫かな、結構強いなこんな強かったっけ1ステージ目から。
おっとバカ、ここなら問題なし。あ、よかった。泳げり、泳げりキラベジ、ビーストも6000くらんだ。あ、24ゲージなかったかな。で、とりあえず会心出して早めに倒そう。で、オッケー、確定会心で、マジ蹴りして、で、マジ蹴り。まあ、ここは全復活条件満たしたいからあんまりかわさないでほしいな。ここもな、大丈夫っしょ。行動後ディフェンス上げれば問題なし。28おお、龍拳できるけど、あー、もうこれガンマスタンバイさせちゃうか。一人にさせた方が経験上がるもんね。あ、飛ばしちゃった2号の晴れ姿飛ばしちゃった。オレコロさん手前でいっかな。まあ、被弾パッシブ稼げるから手前でいっか。でー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 。いいよね、このガンマの BGM も好きだわ、普通に。てん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 。こういう BGM めっちゃ好きだからさ。いやー、いいね、自分のガンマが使える喜び。で、爆力マハぶち込んで、おっ、かいー気絶入るんかい。あ、気絶入るんだ。あ、全然気にしてなかった全然見てなかったわ。でもう一発、あー、まあまあ。で、孤独なガンマ、孤独なビームぶち込んで、 OK、 ナイス、会心出して、正義は誰にも屈しないと。で、幼子をのぶましてぶん投げる。いいね。いや、会心入ったのでかいじゃん。気絶入ったのでけえわ。てってんてんてん。どうしよう、これ。まあ、悟空手前でビースト真ん中置いて、キラベジでちょっと回復。で、気絶して攻撃できないと。おいしい。おいしい。闇、感謝感謝。ハッピースマイル4ぶち込んで、で、息子の腹パン。で、息子を吹っ飛ばす。で、910万と。くぅーん。まあ、倒さなくてもいいっちゃいいけど、次の先手必殺とか打たれたら死ぬから、まあ、倒しちゃってもいいかな。あ、でも待って、次のステージどうやって次のステージどうやって突破しよう。次のステージどうしよう、そういえば。何も考えてなかった。いや、助かる。あ、助かる、助かる。忖度じゃん。忖度助かるよ。まあ、悟空、いや、まあ、どうせ打てねえからいっか。で、ちょっとでも回復させたいから、OK。これでちょっと回復。7000ぐらい回復。で、爆力マハぶち込んで、OK。さて、スーパーサイヤ人孫悟飯出てきちゃったけど、一応自爆特攻もできるけど、アイテム使って、行った方がいいんかな。あ、そうか、これあれだ、思い出した。悟空出てくるんだっけ。どうしよう、これ。でも悟空が死ぬんだよな。まあ、アイテム使っちゃうか。アイテム使えば多分もうここ突破すればウーブが出てくると思うんで。あ、でもガンマも突撃もったいねバカもったいねんだけど、これ倒せないよね、さすがにこの1ターンじゃ。倒せんのかな。ほら、もうネタ BGM になっちゃったから全ての一撃を込めたのが次のターンでは無になる。こんな悲しいことあっていいのか。しかも勝てえし、まあしゃあなし。もうとりあえずウーブを出そう。早く来よ。まあ、ここアイテム使ったからさすがに問題なしでしょ。で、ここでウーブが出せれば完璧。出なかったら泣く。これ無理だもんな。ブロリー使ってればワンチャン。ビーストのターゲット集中やったところで多分倒せねえし、まあ、の悟空はあれだからな、言うて倒せないから。まあ、悟空のカメハメハにさえ気をつければ次いけると思うんだよね。てれって、お待ちなさい。ほっ、
で、いいね、気力上げて、まあ、ここはもうどうでもいいんで、パッパとやってもらいましょう。で、正義は誰にも屈しないと言いながら、子供を殴る。子供を投げ飛ばす。オッケー。で、保護者が出てくると。保護者。許して、遊んでただけだから。まあ、ここもアイテム使ってるから、まあ、アイテム使ってるから死ぬことはないでしょう。てんてて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 回ってきたら、まあ最悪ファイナルエクスプロージョンでぶっ放して倒すっていう手もあるかな。で、腹パンしてボコボコしてボコボコしてボコボコしてマジ蹴り。復活条件満たせたかな。これもう280万よ。全く油断してねえかんな。で、まあ健康サポぶち込んで、ウーブ出てくるよね。出てこなかったらお前許さねえかんな。出てこねえ。被弾足んなかった。あ、でも50万あれば耐えるか。ディフェンス50万あれば耐えるっしょ。一応ちょっと回復させて、ちょっと回復させて、50万の 40% 経験大丈夫。 OK、 いいね。やっぱ虹になるとこいつ強えな。ターン過ぎればね。まあ、超必殺条件でディフェンス3段だっけ上がるかな。それが強いね。で、1000万。まあ、とりあえずこれはもう多分ウーブ出るよね。さすがにもう出てくるよね。師匠見のね、師匠見捨てたら許さねえかんなお前。うわ、強っ。待って、おいおいおい、殺意マシマシラーメン。ああ油断した。そう、回復させることしか頭なかった。そう、24ゲージ食べてなかったわ。ちょっともう一回行こう。いや、でも勝てる、勝てそうな気もしなくもないんだよな。あー、今度は僕の番だ。僕の番だ。ここ危なっかしすぎるんだよな。でも悟空も被弾、でも一番手に置かないと経験上がんねえしな。頼むぞ。一発目で撃たれたら、やめないよ。22万、オッケー。いいね、腹パンして息子を、腹パンして息子にカメハメハぶっぱして、オッケー、ナイス、カシン。で、行動は大丈夫と。で、これが僕の本当の力。かーん。で、ここは問題なし。あ、やばい。3番手に打たれたら、泣いちゃうよ。泣くよ。いいのか？泣くぞ。あ、大丈夫そう。1、10、100、1000万、10万、100万。毎回毎回100万ダメージを食らってる身にもなれ。無理なのかな。いや、いける未来があるんだよね。てん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 。ベジータの復活稼ぎたいから、いやな、これ。いや、でも、悟空一番手が無難だよな。40% 経験にしといた方が、必殺食らわなければ、食らわないんだけど、2番手だとね、多分必殺食らわなくても12万ぐらい食らっちゃうからな。これ必殺撃たれたらやめるよ。あ、やめます。お、耐えた。え、耐えたんだけど。いや、ま、悟空いいね。あ、すげえすげえ。まさか耐えると思わなかった。すーごいギリギリ耐えたんだけど。で、いいね。会心出して。で、おめえらの隙にはさせねえ。ワン、ツー、スリー。もう一発。
まあまあいいでしょう。で、お色気シーン、服を脱ぎます。お、中に来てる。これまでとは一味違うぞ。二味ぐらい違くないとやばいです。で、とりあえずここガンマはもういきなり、いやースタンマもったいなすぎるよね。あ、待って、間違えてた。自爆特攻がねえ自爆特攻が無意味な特攻になっちゃうからな。オレコロさーん、ちょっとラスト、もう一回行こう。もう一回行って無理だったらちょっと後日やろうちょっと、あ、もう一回デッキ考え直そう、後で。でもスーパーヒーローもな、地味に足んないんだよな、フルパワー。苦手の極意とかがフルパワーだったら助かるんだけどな、といった感じだけど、ここ、いや、キラベジの復活パッシブ稼ぎたいよな。早めに倒さないときつすぎる、ここ。本当に。で、ここならまあ、撃たれてもワンチャン死なない。行動後だったら大丈夫。行動前でも死ななかったしね。行動前でも死ななかった男だから、まあ大丈夫でしょう、撃たれても。まあでも撃たないで。8万。撃たないでって言ったじゃん。でも大丈夫。悟空は強い。本当に強い。いや、あれだね。一発食らうと本当にディフェンス一気に上がるから、それが強いな。いや、でもいけるいける。でも早めに倒そう。ここ突破できればまだワンチャンある。で、幼子にマジ蹴り。OK、会心出して。まあまあ、いいね。追撃バンバン出してくれるのは嬉しいと。OK、まあ行動後だったら問題なし。で、今度は僕の番だ。もう4回目だけど。4回目ぐらいだけど、君の番。で、ここ悟空手前だと死ぬんだよ、絶対。ビースト手前にせざるを得ない。いや、でも、アイテムここでや、ここで使ったら絶対勝てねえよな。ここで使うのは絶対勝てないんだよね。で、悟空、いや、行動後、一発被弾8万だったでしょ、さっき。で、3番手になっちゃったとしても、多分食らうのね、15万ぐらいだと思うんだよね。そうすれば耐えれる。15万ぐらいだったら耐えれるから。で、一発避難すれば、多分、食らわないと思うんで。まあ、そもそもビーストで倒せば OK。やばい、ビーストが頑張ってる。お父さんの分まで頑張ってくれてる。大丈夫、耐える。悟空4だったら耐えれる。いやでもね、大丈夫。悟空4はね、やるときはやる男だから。うん。大丈夫。俺の信用に応えてくれるはず。